パラスティカの豆だと澤出です。澤出さんがなんか美味しい韓国で流行りのカップ麺の食べ方、探してきたらしいので、ちょっとそれをやってもらいたいと思います。そう、現在時刻、0時22分。 OK です。今さっき韓国に着いてね、ちょっと着きましたよ。着いたよ。もう日付またぐよ。やっと着いたよ。光って見えないけど、もうすぐ12時になります。私たちが今回も泊まるのはチョンニャンニです。大好き、大好き、チョンニャンニ、みんな大好き、チョンニャンニ。もうホテルに向かいますよ。もう歩こう。コンビニに行ってちょっとご飯を買って、明日早いんでね。そう、うちら何時起きですか？明日6時で終わった。終わった。5時間しか寝れません。わろた。なんなら多分4時間です。 OK です。 OK です。行きましょう。 OK です。パラスティカ、材料が、汁なしインスタントラーメン、フランクフルト、さけるチーズ、ツナマヨおにぎりということで、揃えた。これ汁なしインスタントラーメンなんだけど、なんか焼きそばって言ってたよね。焼きそば。店員さんが買った後に、これ焼きそば、お湯捨てるあ、焼きそばかわいいってなったよね。優しかったな。でもちょっと辛いやつじゃない？でも多分ね。でこれフランクフルトでしょ、もうパウチされてんのやばいな。ね、あとツナマヨ大きくない？大きい。ツナマヨ大きくないか。でかいよ、かなりでかい。で最後さけるチーズ。これ絶対美味しいじゃん。ね、メンツが美味しすぎる。まあ単体のメンツが美味しいよね。じゃあまず汁なしインスタントラーメン、焼きそばを普通に作るね。こんな感じで。どうよ、匂いは。匂いは結構普通。箸ちっちゃ。ちっちゃいで。箸ちっちゃ。匂い美味しいね。結構赤いけど全然美味しい匂い。そう、はい、混ぜたよ。 OK。 そしたら輪切りにしたフランクフルトを入れる。どうやって輪切りにすんだよ。全部ブンって入れて、食べるときに、そう、噛んで食べるしかないんじゃない？輪切りにできないから。じゃあセルフスタイルで噛んで入れてください。はい、はい、こうします。こうします。 OK です。下おにぎりを置く。おにぎりを置くよ。はい、オッケーです。やばいです。絵がすごいやばいです。で、さけるチーズを上に置く。もう入んないじゃない。いや、キャパオーバー。正直キャパオーバー。キャパオーバーよ。具はね、最高だよね。そう、めっちゃ匂い感じる。なんか生クリームみたいな匂いする。本当だ、甘い匂いしますね。チーズだ、すごい。なんか不思議な感じになっちゃったけど大丈夫。味見した方がいいんじゃない？ちょっと甘かったらやばいでしょ。なんだろう、これチーズ？間違えてかまぼこ買いました。 OK です。チーカマじゃない？もしかして。でもさ、これさ、パッケージさ、リアルチーズスティックって書いてあるんだよ。ね、ちょっとね、ハングルが読めないので、これ自体が起きるんですよね、うちら。パラスティカ、ちょっと不安よ。不安。混ざってないけど、材料としては全て合ってる。ちょっと、OK です。これこのまままず食べるね。やりな。うまい。そう、これは美味しい。美味しいね。でもさ、このおにぎりと麺を一緒に食うってとこが味噌だと思うのよ。そうね、おにぎりを口に含んだ方がいいんじゃない？じゃあツナマヨに。え、なんか美味しいかも。そう、辛い。辛いんだ。いただきます。おにぎり食べて、なんかいいよね。おいしいけど麺めっちゃ辛いな。これ辛いよね。辛い。これあそこが辛いぞ。やばい。痛い。起きたわ。さおりさん、やばいよ。辛いの食べないかね。やばい。痛い。起きた。いやでも辛いけどおにぎりやるから緩和されるかもしれない。パラスティカおすすめ。みんなこれ美味しい。これ私たちのツイッターのアカウントが下の概要欄にあります。この動画気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、パラスティカでした。